コモハウスが大変なことになったので、ちゃこちゃんがやっちゃってね。そう、出すべきところで出さなくて、お部屋が大変になっちゃったので、今お掃除中、お掃除の最中にここに来てます。チャコが悪いことしてる。こら、こら、ダメ、こら。悪いことしてる。ありがとう。怖って言わないでください。意識的に低い声でやってるから、低い声で怒った方がいいよっていうのを見たからやってたんです。ちょっとありがとうございます。ありがとうですよ。こんばんは。そう、教育ここはね、うん、おてんば娘ですね。すっごいおてんば、めちゃめちゃ走り回ってる。でもちゃももこんなのとか、ちっちゃい時はね、まだ子供だから、めっちゃ赤ちゃんの匂いがするんですよ、チャコって。似てる可愛さ、本当ですか？こんな走り回ってる？鏡で自分をチェックしてた今。は、カカバンってやりました今。こんばんは。音だけ聞いたら道が暴れてるのかと思った。すごすぎん。キャマが布団の上をずっと走ってるの好きだったね。そう、それがねできないんですよ、チャコは。キャマは危険だっていうのが分かってたんですよね、その降りる降りないで。そう、でもね、チャコは分かんないんですよ、それが。高さに恐怖心がないというか。そのベッドの段差があるんですけど、その段差から落ちたらどうなるかみたいなが、チャコには分かんないんですよね。チャマはそれをね分かってたんですけど、見とかなきゃいけない。
上げるときはなんか下にいろいろ敷いて、もし転がっていっちゃっても大丈夫なようにしてます。こんばんは。ね、落ち着かないんですよ。今日のあの歌詞を書くやつはチャコのこの走る音がめちゃめちゃ入ってたので消しました。青とかも言ってたから。まいみさん、まいみさん誕生日おめでとうございます。おめでとう、まいみさんおめでとうございます。おめでとう。まあ、おめでとうございます。皆さん発売日まであと一番目大好き。悪いことしてる。私をいじってる。ごめんね。あとちょっとですね。皆さん、もう MV は500回ぐらい見てくれましたか。こんばんは。1万回ぐらい、おー、ありがとう。4分の1を。うん。きちゃんとの金太きた、TikTok？ 499回見ました。惜しい。新しい、まだ使ってないです。そう思ってくればよかったと思ったけど。忘れてた。髪切りたい切りたいってさ思うんですけど、なんか今がちょうどいいってその度に思うんですよね。昨日ありがとう。あ、ありがとう。
5周年はどうですか。5周年公演に当選した、お、ありがとうございます。ウキポが4ドル50セントのまでの話してた。あ、そうなの。ウキちゃんと会ってたんですよね、多分知らぬ間に。2人とも4ドル50セント受けてたらしくて、チョコがおむつ取ろうとしてる。そうそう、チケット当選ありがとうございます。当選したけど仕事休み。そうなんですか、皆さん大変。え、てかゴールデンウィークお仕事なのね、大変。申し込み中ね、来ていただきたい皆さんに。まだ行く予定ない。まだってことは今後あるってことですよね。行けそう、お休み取れたらってことですか。また新しいハッシュタグ企画とかもあるので、ぜひ皆さんお待ちしてます。お友達も呼んで来てください。退職届はちょっと大丈夫、大きいな。こんばんは。ぜひ来てください、ぜひ来てくださいというか、本当にもうご家族連れてきてください。そうそうそう、ご近所連れて。私も私もチケット7枚ぐらい頼みました。全部親戚ですけど、親と。こんばんは。単純計算で考えたらさ、1人152人呼んだら満員になるのよ。あのご時世の影響とかさ、機材とか場所とかで数もさ減ってるから、席の数も。こんばんは。でも自分がそれだけ呼べてるかっていうのさ、やっぱ考えるじゃないですか。毎公演考えてるんですけど、200キャパで16人でみたいなとか、だいたい12、3呼べとけばって思うじゃん。そう、10倍以上ですから、それの毎回のね。ノルマとかないから、チケットノルマとか。やっぱりだからその自分のペンライトカラーをそのだけ見つけられたら、なんか呼べてるなってわかるんですけど。いてててて、穴開きそう。そのそれで見分けるしかないんですよね。大変、引っ張ってきた。ニチのファン人数はノルマ達成してるの分かりません。そのね、お話し会とかでのチケット申し込んだよって言っ
ださる方とかいてくださったりするんですけど、一人一人がそんぐらいの熱量でね、熱量っていうか自分が150人ぐらいね、そうそう呼んでたら考えていけたらいいな。ゴールデンウィークなので、こんばんは、なんて誘えばいいですかね、友人とかご友人とか、で席がさ、何種類かに分かれてるからあれですけど、一人当たり何人ガチファンがついてるか考えてるの楽しんでほしいです。いやそんなめっはっってなってるわけではないですけど、でも、なんて言ったらいいんだろう。ケンタはどうカウントしてる？1としてカウントしてますよ。まあ、と分かっててもね、ケンって。で、そうなったらもっとですけど、大体のイメージだから。いつもとかは違う？リップしか塗ってないのと前髪がほぼ巻かれてないからかな、伸びました前髪が。今日はいつもより価格が左に寄ってる気がする。本当？ぜひみんな周りを誘って来てください。なんでだろう、その伸びるの早いんですよ。追ってはないですよ。だってクリーンアリーナでライブができるってすごいことだなって思うので、そのすごいことができるすごい日をやっぱりさ、こう言ったらいいのかね、満員で迎えれたら嬉しいやん。あそこちょっとガラッとしてるなってちょっとでも思ったらさ、で来られなくなったとかね、しょうがないかもしれんけど、悪い子してる。
すごそう。難しいよね。周年ライブって？行きたくても行けない方もいるから、うん、もちろん分かってますけど。こんばんは。めっちゃ悪い子してるけど、タグで遊んでるからいいや。そうですよね、そうなんよ。シングル発売と被ってたりもするからめっちゃ大変だなとも思うんですけど。ムキムキエビ。楽しみですね。ありがとう。お、詐欺神社行ってきました。本当？引きました？おみくじ。明日はイコラブからの僕来い。すごっ。ありがとうございます。チョコに気を取られて全然喋れん。チューってそんなに垂れんのやっけ。そうですか。メイクしてないからかな。顔は変えてないですよ、何も。エフェクト使ってないし。なんか涙袋が大きいんかな、今日影ができてる。誰かのライブでよくグリアリーナ行ってたの？よくは行ってないですけど、あのベビーメタルさんとか行きました。めちゃめちゃかっこよかった。私もねライブを見たことある場所なので、そこに立てるっていうのも嬉しいし。なんでだろう。普段はカラコンしてないです。私裸眼目が良いんです。なんと。すごい場所なので。めっちゃ噛まれるんじゃけど、ちょいちょい。いや分からん、 1.5 までしか測ったことない。そうそうそう。私のねスリッパが大好きなんですよ。もうあげよ。5までしか測らんくない。
視力って 1.5 とかよね。前の時代は2まで測ってたかも。あ、本当？私の時代 1.5 かもしれない。 2.0 までやる？じゃあ 2.0 まで見えたのかな。 1.5 のイメージでした。そう、明日は僕恋公演があります。マイキュー生誕祭、来てくださる方お待ちしてます。配信もお待ちしてます。それでは誕生読みます。22位から22位おかゆさん、21位まもるんさん、20位カニスティックさん、19位井上義弘さん、18位ウィスキーインザジャーさん、17位ケンタさん、コータさん、16位もちづきもちおさん、15位ギルスさん、14位オフさん、13位ヤスくんさん、12位ホジェさん、11位エムケンさん、10位キミさん、9位ライザンさん、8位アモズさん、7位コータンさん、6位マサジさん、5位キャスパー大くんさん、4位長谷川さん、3位マサさん、2位坪井ゆうすけさん、そして1位はナッカンさんでした。ありがとう。それではまた明日、マシマシション。バイバーイ。